とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーの初見攻略やってます。次は21回から30回ですね。で、20回の報酬、防具を変えたいとこなんだけども、この2択は難しい。プレートアーマーは、まあ、防御力抜群です。で、ビーネストは、耐久はないんだけども、タンブルビーがついてる。で、防護もあるので、まあ、こっちでもいいかな。うん。ビーネストをつけていきたいと思います。で、エンチャントで 15% 軽減して、タンブルビーを、2つけとこうか。1でもいいけどね。うん。まあ、60%。まあ、70% ぐらいだから、だいぶ、8は出てきてくれる。これでやっていきましょう。やっぱ蜂はね、かなり有能なので、ガシガシ出していっちゃいましょうね。いや、出ないな。意外と出てきてくれない？オッケーオッケー。オッケー。いいよ。隙あらば、コロコロ回って、蜂をどんどんね、召喚していきましょう。うんうん。あ、結構毒で、ガンガンやられちゃうんだけども、仕方ないね。じゃ。いいよ。ああ任せた。あやった、倒した。よかった。結構ね、この蜂小さいんだけど、まあ、耐久力はないよ。耐久力ないけど攻撃力結構あるからね。攻撃面では結構役に立ってくれます。ああボンクラブいいね。変えましょう。でもこっち流れ込む魂か。攻撃力が倍ぐらいか。欲しい！ボーンクラブで行く！うん。火力面を取りましょう。んで、チェーン1個つけていけば、だいぶマシだからね。チェーンクリティカルで、やっちゃいましょう。ちょっと出てきて。蜂がどんどん出てきてくれ。いいね。いい場所。ちょっと待ってよ。蜂の発動率が、60% なんだけどね。意外と悪いな。もうちょっと、しっかり出てきてくれるかなと思ったんだけども、あんまり出ない。お発動率悪いな。あ、でも出てる。出るには出るけど、出ないと全く出ない。ちょっともう少し発動率上げるか。いやでもな、そうするとちょっとエンチャポイントがだいぶ必要になるのでもったいないよね。でゴーレムももうパワー足りずに HP が、おお来た、ゴーレム来た。言ってるそばからゴーレム2でとりあえずいけ。うん、ゴーレム2で飛んでいきましょう。いいね。いいよ。OK。うん。いや、ボーンクラブの火力が素晴らしいね。素晴らしいよ。OK。ここのフィールドもなんか最近のパワーでよく見るよね。ここよく見る場所だ。いらないかな、ここは。あ、複製の書か。ボスに、そうね。複製の書持って行って、ボスでパワーポーションとかを狙って出すっていうのもありだな。そうしよう。まあ、リンゴはいらないけどね。リンゴはいらないんだけども。複製の書は意外と、いいよね。矢がないときには矢を増やせばいいし、火力欲しいときにはパワーポーション出していきゃいいんで、いいよね。うん。この前のコメントとかでも、性能書が意外と使えるよっていうのを教えてもらって、いや、いいよね、やっぱり。うん。普通のね、フィールドのところとかでは、矢を増やすことばっかりやってるんだけども、こういうところでは、使えるもんね。うん、
まあもちろん矢を増やすのにも使えるし、よし、パワーポーションでもいい。まあ足を速くしても、まあそれも全然いいしね。おい、そっちだよ。無視していってる。いいね。あ、ゴーレム2って意外と楽しいな。終わり。あ、まだか。よっしゃ。いいね、ボーンクラブのこの破壊力楽しいね。いや、うん、いや、オーバーチャージもついてないしな。それなら前のやつを持ち込んだ方がいいしね。そのまんま行きまーす。あ、ここか。なんかパワーポーションか弓、まあまあパワーポーションだな。出てきてほしいな。あんまり出ないんだけど、出てきてくれれば。これリンゴも一度出しとけ。HP もね、若干だけども回復するんでいいよね。よし。あ、あ、そうか、消えるんだ。複製の書のやつは消えるんだった。忘れてた。そうだったわ。あ、パン。うん、あ、なんかこう複製の書を考えていくっていうのもなんか面白いな。よし、もうちょいか。いや、敵多いな。多いよ。で、実際タンブルビーあるからあれだね。あ、矢が出てきた。そんなにゴーレムはいらないのかな。いや、でもいて召喚がこれだけいれば楽しい。はい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 。火力こっちが上かな。こっちが火力上だね。でもドラも欲しいな。ドラだ。ドラでいきます。じゃあボスのことをもう26回だからね、考えながら行きたいところです。危ねえ。いやー、あの弓欲しかったな。でもまあ次パワー職人が出るでしょ。29回か、そうくらいで、まあ、その時でいいや。それまではこれで我慢しましょう。危ねえ、来ると思った。あ、あ、複製の書が TMC になった。マジか。そうかそうか、忘れてた。完全に忘れてる。雲ばっかり。ああ、まあまあ雲で止めてクリーパーで食らわせるっていう作戦だったわけね。大丈夫。ここはいらないでしょう。うん、火力もそんなないしね。 OK、 このまま行きます。わあ、懐かしい場所、久しぶり来たね。あ、ここ TNT 取ってぶん投げてやればいい。ここにまだ行くな。よし、そうそう、 TNT をこうぶん投げて、多分あそこね、奥のところに、ここにね結構いそうなのよ、敵が。突破してやればいいでしょう。しゃ、オッケー。おお、いいね。うーん、まあまあ矢はもういなかったか。でもいいや。いけいけいけ。よし。あ、どうしよう、 TNT 持っていくか。TNT にしようか。もう矢はいらないしね。これを狙ってぶっ破していくような感じで持っていこう。じゃあできればパワーポーションがいいのよ。できればパワーポーションがいいんだけども、まあないからしゃーなしみたいな感じです。ほう、え、初めての場所？ん？あんまり見覚えがない気がしますけど。あー、いや、ある、見覚えある、なんかあったような気がする。ここ
ちょい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 、もう TLC は捨てた、もういい、よし、 OK、 危ないよ、あー硬いね、よし8、もうちょっと出ろ、8出ないな、もうちょっと蜂をガシガシ出していきたいんだけど、あんまり出てきてくれない、あぶね、結構痛い、ちょっと嫌で攻撃していった方がいいか、やばい、ゴーレムやられた、でも大丈夫か、パン食っとけ、パンを、うん、これで HP だいぶ回復するから、お前邪魔、あーそこのエンチャンター邪魔だな、あそこ邪魔だね、うん、戦いづらここ、はい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 、キョムったよ、よし、やばい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 、とにかくパンをいっぱい食べろ、よし OK、 お前邪魔、ちょっとそいつ倒して効率化よ、ナイス、あー矢が出たけども、まあいらないけど取っとけ、いや今回のタワーもめんどくさいな、最後の最後まで、はい、商人ですね、おっとホーク、ホークでしょう、もう伝説の剣だよ、伝説の剣を持っていきましょう、んで結局パワーポーション出なかったね、ちょっとショックです、耐久力かな、おお127だいぶ上がったね、え、結構あるよね。おお、1万2000。めちゃくちゃ耐久力高い。ちょっと待って、これボス次第だな、エンチャントは。うん。ボス次第だけども、まあ、とりあえず、虚無。悩む。衝撃波もいいんだけどね。まあ、虚無だな、とりあえずは。ちょっと、もう一箇所は。ちょっとね、ボスによるんで、ちょっと待ってね。一体。オッケー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 。こいつだったらば、もう火力特化にしていいので、旋風を入れて入るかな？当たらないかもしんないね。で、雑魚専用に一応、爆発を入れていけ。楽勝、楽勝だよ、うん、まあ一応入ってはいるね、ダメージは、しゃ、あでも敵の火力結構高い、でもこの蜂たちと一緒に叩けばいいね、戦力を総動員していけばいけるよ、よし終わりだー、はい、ということで30回クリアです、もうちょっとドラをねガシガシ使っていけば早かったかな、はい、ということで、今回は20回から30回までやってみました、うん、まあ1回から来たけどもなかなかめんどくさいね、今回も周回は難しいかな、まあ1日5周ぐらいをめどにやっていって、いい装備をちょっとでもいいからね、出したいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。報酬はこんな感じでした。外れ！